こんにちは、ハワイ島のコナです。雨が降ってるんですよね。ちょっと今高台の方に来てるんですが、こちらもルーバの新しいリスティングです。4ベッド3バスかな、非常に大きな綺麗なお家です。ご案内します。こちらがまずリビングですね。非常に高い天井と、それからめちゃくちゃ広いキッチンです。ちょっと一つ一つキッチンから、めちゃくちゃ広い。こちらにちょっとした、カフェテーブルがあって、なんかすごいでかいキッチンです。美しい冷蔵庫とステンレススチールですね。出た給水器な感じですね。あ、シャープだ。これは何？電子レンジなんだ。むちゃくちゃ広いですね。ものすごい巨大なキッチンです。レンジがないと思ったらスタイリッシュ。こんなところにあるんですね。なんかキッチンがむちゃんこでかい。あ、面白い。こんなところが、ここにオーブンがあるんですね。非常に面白い作りです。あんな遠くに食洗機があります。流しはあそこなんですね。ちょっと今あいにくの雨なんですけれども、オーシャンビューです。敷地もね、非常に2000坪ぐらいありますね。ものすごい綺麗です。このようにね、吹き抜けというか、あそこから自然光が入ってくるんですね。非常に美しいスタイリッシュなデザインです。こちらが、キッチンからリビングを見たところです。1991年築だそうですが、非常に美しく手入れされていますね。この床はフローリング調ではなくて、フローリングですね、木です。美しい木材。そしてこちらにダイニング、こちらがダイニングスペース。今ラーナイに出てきたんですが、ここがもうリビングルームですね。床美しいタイル張りになっていて、でこのスクリーンで囲まれてますね。虫が入らないです。ちょっとあいにくの天気なんですけど、これ晴れてたらむちゃんこ綺麗だと思います。オーシャンビューです。じゃあラナイから、リビングルーム、リビング、とってもゴージャスですね。じゃあちょっとベッドルームの方を探検してみましょう。こちらがね、今いたリビングで、面白いんですよ。これちょっとだけ階段があって、階段を上ってくると、うわ、ちょっといきなりむちゃんこでかいバスルームです。このすごい大理石。あ、こんなところに洗濯機と乾燥機がありますね。非常にでかいです。なんかホテルよりもすごい感じですね。こちらがバスルームです。そしてその横が、ベッドルームですね。非常にゆったりとした大きなベッドルームです。横にね、クローゼットが、ウォークインクローゼットがあるんですが、これちょっとお部屋ですね。完全な一部屋分ぐらいあります。床は、カーペットですね。
この辺りはカーペットになっています。この壁の向こうがリビングなんですけど、今、階段を上ったマスターというかメインのベッドルームと反対側に来たんですが、こちらに2つベッドルームがあります。こちらまず1つ目、何しろ非常に重厚感がありますね。天井もとっても高いです。そしてこの先に、もう1つベッドルームですね。天井がめちゃめちゃ高いです。そしてこちらが、バスルーム。あ、バスタブもついてますね。バスタブもございます。今階段を降りてきたんですけど、こちらが別のフロアになってるんですね。ドアが、入り口が別にあって、私ここに住めます。これ賃貸できますよバージョンですね。これキッチネットじゃない、しっかりとしたキッチン、あ、でも、あ、そうですね、しっかりとしたキッチンになってますね。食洗機ですとかフルオーブン、全部揃っています。フルキッチンになっています。こちらがちょっとしたダイニングですね。そして、この1階というか下のフロアにありますバスルーム、綺麗ですね。ダブルシンクで美しいタイル張りです。そしてバスタブ付きのシャワーですね。このフロアにベッドルームが2つあります。全部で5つありますね、ベッドルームが。床は、このフロアはこのようにずっと、フローリングです。あ、ここはベッドルームじゃない、これリビングっていう感じですかね。あ、なるほど、ベッドルームはなので失礼、4つですね。この下のフロアは、ここがまあリビングでしょう。リビングとベッドルーム、それからまあダイニングキッチン、ちょっと日本のちょっとしたマンションというかのような作りです。このフロアが賃貸に出せますよ仕様で、1LDK って感じですかね。で、2階この上のフロアに、さらに3ベッド2バス、こちらお値段がですね、1億と9000万円での販売です。ちょっと外行ってみようかな。はい、今外来たんですけど、めっちゃ雨が降ってます。こちらはですね、フアラライプランテーションズというところにあります。ここにね、バーベキューグリルとちょっとしたバーベキューエリアがあります。お天気が良かったら本当素晴らしいと思うんですが、空港から車で10分ほど、タウンへも車で10分ほど、非常にロケーションがいいところです。え、待って、このこれはガレージ、家と思ったらガレージですね。ガレージがほとんどお家みたいな状態ですですね。
とっても閑静な住宅街です。こちらがさっきの下のフロアの部分の入り口ですね。あ、雨が強くなってきた。以上、ハワイ島コナからでした。